今からもう20年ぐらい前になるかな、僕がやってる ALTA の活動に参加してくれて、まあ、その時からね、志は高くて、まあ、F1 レーサーになりたいというね、志のもと本当に F1 レーサーを目指して進んでって F1 レーサーになったよね、そういうね、なんかこう彼は志が強くてね、自分のやりたい、本当にやっていきたいことに対しては本当にまっすぐ進んでいく男だし、まあ、今回は、国政ということで、日本のみんなをね本当に幸せにしてくれる、あなたはパワーを持ってる。まずね、政治の世界っていうのは僕はよく分かりませんけれどね、まあ、あなたを見ていて一番大事なのは人を幸せにする、本当の意味でね、みんなを幸せにしていこうという志のある人はいっぱいいるけれども、やはりあなたを見ていてやっぱ自分の家族を本当に幸せにしてる、男だなというのがね、一番印象に残るところで、やっぱりね一番その核になる家族を幸せにできる男、その男がね、日本国民をね、幸せにできるんじゃないかなと思ってます。まあ一個ね志を決めて進んでいくと決めたらね、やってくれる男なんでね、ぜひ国政で大暴れして日本をね引っ張ってってくれる若い力になってってほしい。まあそれとね、まあ、レースの方はレースの方なんですけど、あなたの本当の仕事っていうのはね、福祉、老人、介護、そっちの方がまあメインの仕事で今はやってると思うんだけども、その世界でもね本当に、オピニオンリーダーで頑張ってると思うんでね、そういう部分で一生懸命頑張っててくれれば、この日本も良くなっていくと思うんでね、本当に頑張っててください。皆さん本当に応援してあげてください。本当にいい男です。本当に頑張ってくれる男だと思います。皆さん頑張ってください。ありがとうございます。杉山さん本当にありがとうございます。